ゆるい平日なんですけども、とある人と遊ぶというか撮影をするというか会うので、なんかゆるーく日常 Vlog 的な回してみようかなと思います。でかということで、今ホームセンターに来ております。待ち合わせまでもう少しあるのでちょっと待ちます。ここ行ったらいいか言ってくれたら全然行くで。マジで改札のとこにおる。はじめまして。あのネットで調べた選手メーカーの顔と笑顔が一緒やった今。電話でこの声が。いやほんまになんか招集されてんのも知らんくてさ。あ、そうなの。全然メンバー見てなくて今回の代表、うん、でなんか選手交代で佐野海舟みたいな、海舟君おったみたいな。びっくりした、めっちゃ。そこしか確認してなくてメンバーを。下目やった。下目やった。ふみくんが入ってるかしか確認してなかったから。いやでも海舟君めっちゃ良かった。あ、そうなんや。誰が褒めたんや。いや、めっちゃみんな褒めてた。見せていいじゃん。GA20 判断代行。そうっす。見て、私結構阪南大校見に行ってたの。マジですか。え、何個したの。2個したっす。え、じゃあ行ってるかも。大地くんとかの時に1年です。あ、うんうん、あ、そっか。大地くんも同じですか。これ、大地くん同じです。セスタルさんって。大地くん。スミアメチです。稲森。稲森。今もあんぐらいの感じ。マジですか。とか、白口。何センスかなんか海外行くって、ね、海外行く前に最後は食べちゃったんだけど。でも知ってましたもん、高校の時から。え、マジ。で、健太くんと繋がってるって知って、うん、入れました。高校の時から仲良い。誰も謎やけど。え、ずっとセレストファンやったんですか。うん、ちょっとセレストファン。ガンバやね。そう、そうやね。最初紹介された時にユースやったから。あ、ガンバみたいな。そっから入ったけど、無視したのかな。あ、そうなんですか。セレッソの前島に行った試合。あー、ユースの同士の試合からビリア、めっちゃ勝ってるな。柿谷さんと山口さん、上田さん。あー、そうなんや。見に行ったな。めっちゃ鮮写真あるかな。なんか一緒に撮ったやん。撮った、撮った。じゃないかも。めっちゃ見られたのみたいな。なんかバンバンのやつと写真撮ってる。そう、めっちゃ見られてるな。え、実感すぎる。じゃあ、無敵に帰っていこう。さらす。っていうか、もっとちゃんと書いたやつある。いや、きったな。あとね。これはだってあれやもん。昨日のプレーバス席のコーナーですね。喋りながらって出るわけだもん。やろ？折れた今だ。あんたもやばい。タスキの投げて、こうやってヘディングする。やつも切れた。なるほどね。だからタスキの投げ具合によってこうやって。コミチャンネル。ちょっと笑うつしといて。デビューですか俺。結構これ結構見られてる YouTube。結構見られてる。結構見られてる。結構みんなビビる。デビュー。これ左。あ、これ。あ、そうや。山田くんのフォロワーを増やすために。やったやん、まだ。アカウント名貼っとかな。ライブ増えるわ。マジやん。マジでかい。意識高すぎるやろ。これで磨くんや。いや、これはもうあれよ、カッコ借りよ。覚えて。PK やんな、やるの。だってマネージャーおるやろ。マネって書いてる子。マネちゃんって呼んでるだけで別にマネージャーではない。あ、そうなの。いつか雇うなって言ってる。雇えるようになったら。ずっと一緒にセレッソ行ってる子で、うん、なんか私がまあさ、セレッソでさ、うん、その写真撮ってくださいみたいになるやん、うん、その時にその子がいつもカメラ役をしてくれるから、それでマネージャーやんって周りに言われるようになって、マネてるの、マネちゃんって言われてるっていう。給料発生してないから。エンジニアする時にエアーベンの方を願いなさいって言った。へぇ、あれ肩が楽ですか。へぇ、なんか分けられと。ソサイチの全国大会部に来た。プロのキーパー相手に何本 PK 決めるのか。1本目。
トミチャンネル。ありがとうございます。おもろかったな。楽しかった。普通に普通に遊んだわ。ありがとうございます。ちょっとやばいと思った。やばかった。いや結構あれしんどいでな。やばい。こけてたもんな。あ、そう、うん、そういう感じ。そしたらめっちゃ飲んでる。はい、めっちゃいい。レイレタイムのチーズとちゃんと自分のこと売っとくよ、うん、これ、うん、確かにプロ1年目の和田です。 TikTok とインスタフォローお願いします。 TikTok やってんの？やってません。やってません。インスタのフォローお願いします。できそうやな。こちらスタッフが焼かせていただくので、このままでください。これうまいやつ。普通に入った。これ入ってる。あ、ミニボール。ミニボールか。あ、そうや。ありがとうね。ありがとうございます。ごちそうさまでした。おいしかった。ちょっと今どっちか。あ、全然大丈夫。うん、大丈夫、ここで。お疲れ様。またね。うん、まだ。ありがとう。ナイスチームでした。ありがとう。ありがとう。気をつけてね。楽しかったということで、お家に帰ります。もう暗くなっちゃったけど、まだ5時。まあ、なんせ彼らは今から沼津まで帰らなきゃいけないからね。ケンタの方のチャンネルでも、ナカケンチャンネルですね。でもそっちでは Vlog で出てきたあのコートで PK 対決の動画を撮ったので、そちらもめちゃくちゃ面白くなってるので、多分私もめっちゃ楽しかった。普通に企画ってことを忘れて楽しんできてしまいました。なので、皆さんそちらも見てください。ケンタのチャンネル登録もよろしくお願いします。またケンタのチャンネルにも遊びに行こうと思いますので、ということで帰りまーす。